サラ・ブラウンはイギリスの首相ゴードン・ブラウンの妻。旧姓はマコーリー。1963年バッキンガムシャーに生まれる。父は出版社で働くスコットランド人で母は教員だった。ゴードン・ブラウンは彼女の羊について妻は中産階級の出身だと話している。彼女はまた少女時代をタンザニアで過ごしている。 7歳の頃に両親が離婚し、彼女とその弟は、母親とママ父と共に、北ロンドンで暮らすことになる。北ロンドンのアクランド・バーグリー・スクール、カムデン・スクール・フォー・ガールズに通った後、ブリストル大学に進学して、心理学を学ぶ。卒業後は、ブランドコンサルティング会社のウォルフ・オリンズに勤めた後、30歳の頃に古くからの学友であるジュリア・ホブスボームと共に、 pr コンサルタント企業を立ち上げた。この企業では左翼系政治週刊誌、ニューステイツマンとの契約を交わすことにも成功している。彼女がゴードン・ブラウンと初めて出会ったのは労働党のイベントであるとされているが、その時は軽い会話をしただけだった。二人が親しくなるのは、 スコットランド労働党の会議に出席するため、ロンドンからの航空機に一緒に乗ったのがきっかけで、それは1994年のことだった。その後、二人でデートに出かける関係となる。この関係は、しばらくの間世間には知られざるものであった。しかし1997年、英国のタブロイド紙、ニュースオブザワールドに二人が、ロンドンのレストランで食事をしている写真が、 掲載されると、二人の関係は、公のものとなってしまう。しかし、実際には、この報道はブラウンに使えるスピンドクターのチャーリー、ウェランによって仕組まれたもので、二人が恋仲であるように、見えなかったために写真を撮り直した、というエピソードも報道されている。2008年7月8日、東野コサミットに参加したサラ・ブラウン。各国の首脳夫人と、 2000年8月3日、二人は、ブラウンの選挙区にあたる、ファイフの北クイーンズフェリーで結婚した。2001年、妊娠が発覚すると会社を辞め、12月28日には、長女ジェニファー・ジェーンを授かった。しかし彼女は、生後10日にして溶接してしまう。2003年10月17日、第二子ジョンを出産。 2006年7月17日には、ジェームズ・フレイザーが生まれるが、同年の11月、彼は、脳法性繊維症にかかってしまう。2007年6月28日、夫、ゴードン・ブラウンの首相就任とともに、イギリスのファーストレディとなる。それまで、夫ゴードンは地味で仕事中毒、というイメージすらあったが、PR 企業出身のサラのアドバイスにより、 明るい政治家としての印象も定着した。2008年7月には、東野コサミットの際に来日している。ここで彼女は、妊娠中や、出産時に命を落とす女性の99%が、途上国の人間であることを指摘。保険制度への追加投資を世界的に呼びかけた。チャリティ活動家としても知られ、ドメスティックバイオレンスに悩む女性を支えるための組織。 ウーマンズエイドや乳がん対策の慈善団体にも参加している。労働党の支援者としても熱心なハリー・ポッターシリーズの作者、J.K. ローリングとも親しい仲であり、単身家庭を支援する慈善活動の一環として共に本を出版したこともある。また、その立場上必然的に前首相夫人のシェリー・ブレアと比較されることが多い。パジャマ姿が カメラに収められたりと、その天然っぷりがメディアを騒がせたシェリーとは、対照的に、サラはほとんど前に出ず、影で夫を支えるタイプであるとされる。PR 企業での経験を活かし、夫のイメージ改善にも貢献したことから、政治家の妻としては完璧と評されることもある。バラク・オバマ大統領の夫人のミシェル・オバマとも親密な関係である。ありがとうございます。